皆さんこんにちは、またはこんばんは、お久しぶりです。今日は、エアコンの効いた部屋の中でちょっと、リクエストがあり、このイオティックのホロサイトのレビューをしてくださいというようなリクエストがありました。なんでちょっと紹介したいと思います。ちょっとトカゲを抜かして、ほい、ちょっとこっちに寄ってね。はい、まずはついてくる付属品のことで、まあホロサイト本体とこのカバーみたいなのがつくんですが、ちょっとつけようがないんで全く使ってないんですけど、まあなんとなくついてくる感じですかね。で、つけれるものといえばこちらのこのカバーがありますが、これは Amazon で売ってあり、700いくらかなんかで買ったんですけど、ちょっと汚れててなかなか使い物にならないんで使ってません。で、使い方は簡単で、つけるためにはこちらのどっちでもいいんですがボタンを押すと緑や赤に変えることができます。で、明るさの変え方はこのボタンを下にやると、明るさがちょっと減り、上にやると明るさが増します。基本的に僕は、緑の方を気に入って使ってて、まあ、明るい時にはもっとはっきりと映るんで緑の方をおすすめしますが、これは一応20ミリレールにつけれることがなっているんで結構役に立ちますね。僕はあちらにおい、なんか放り投げてあるウマレックスの G36C にいつも使ってるんですが、まあ、他の M4 や、20ミリレールがついているようなやつには使えます。で、消し方についてはこのボタンを両方同じ時に押すと消えます。で、電池はこのレバーを上に引き後ろに下げると、単3電池を2つ入れてそれをただ単に入れるということになっております。まあそんな感じですね。で、付け方はこんなネジを回してちょっとよいしょ、G36C にもつけてみるとまあこんな感じに見えて結構かっこいいです。まあこれくらいで動画を終わらせたいと思います。バイバイ。